宮城道夫、宮城道夫、宮城道夫、1894年、明治27年4月7日から1956年、昭和31年6月25日は、日本の作曲家、創曲家である、兵庫県神戸市生まれ、旧姓輪すが、17元の開発者としても知られる、大剣業であったため、広く、宮城剣業と呼ばれた。雨の念仏、 1935年などの随筆により、文筆家としての評価も高い。作家の内田百馬とは、親友同士であり、交友も深く、双方の随筆で、たびたび言及していた。1894年、明治27年に、岩国二郎と浅野長男として、兵庫県神戸市三宮の居留地内で生まれる。父親は、広島県沼熊郡友町、現、 福山市の出身で、分けべ市の次男、母親も、同県朝郡義恩町、現、広島市浅南区出身である。生後200日頃から眼病を患い、また、4歳の頃に、母と離別して、祖母、峰の下で育てられた。7歳の頃に失明。以降、生涯において、咽頭炎など、発病の際に折に触れて、眼痛を訴えることもあったが、しかし、 この失明が天気ともなり、音楽の道を志す。8歳で、幾田流奏局の二代菊中兼業に指示するも、その後兄弟四菊、西刺劇の紹介により二代中島兼業に指示した。二年後に師匠が病没したため、以降は三代中島兼業のもとに指示し、11歳で免許改伝取る。師匠から、中島の中の字をもらい受け、中間道夫と名乗った。 十三歳の夏、一家の収入を支えるため父の滞在する朝鮮の二川へ渡り、昼間はこと、夜間は尺八を教えて、家計を助けた。道夫は、奇襲の曲の演奏だけでは、満足せず新規の作曲も目指し、1909年、明治42年には14歳で、第一作の奏曲、水の変態を書き上げ、伊藤博文に評価された。 伊藤は道を上京させて支援することを約したが、同年に伊藤が暗殺されたため、これは叶うことはなかった。1910年、明治43年に、朝鮮、京城、現、ソウルへ渡って、東格を表し、1913年、大正2年、入り婿として、北中子と結婚した後、妻の成果の宮城に改正してからは芸名を廃止、本名の宮城聖を名乗った。 1914年、大正三年に、同地で、尺八家の吉田政風と知り合い、二人は、生涯の親友となった。道夫は、朝鮮滞在中も、神戸の旧市である中島や、熊本の自由多名手として知られる、長谷幸輝の元を訪ねて、さらなる研鑽に励み、1916年、大正五年に、最高位である、大県業の称号を受けた。1917年、 大正六年四月、政府の招きにより上京するがほどなくして、妻が病死し、再び道夫は、貧窮した。1918年、大正七年に、吉村貞子と再婚し、貞子の名である、牧瀬清子、後の宮城清子、和江、後の宮城和江姉妹が後に道夫の元へ入門した。道夫は、桂原茂、高野達之、山田玄一郎、 田辺久浦の洋楽作曲家や評論家、学者などに注目され、また彼らの支援や助言により、1919年、大正8年、本郷春木町の中央街道で、念願の第1回作品発表会を開催し、作曲家としての本格的なデビューを果たした。翌1920年、大正9年5月、桂原の紹介により、 琴の経験を持つ内田百が道代に入門する。琴では弟子である百は文学面では逆に道代の主となった。同年11月には東京の有楽座で元織長代と共に合同作品発表会を開き、この場で尺八演奏を担当した政府が新日本音楽大演奏会と命名した。これは後に新日本音楽という邦楽と洋楽の結集による 新しい日本音楽を創造することを目的とした活動になり、道を、長代、政府がその中心的な役割を果たし、開始されたばかりのラジオ放送や、レコード録音、書生、中尾登山との演奏旅行などによって、全国的に広められ、日本音楽の潮流に、スーの影響を及ぼした。1925年、大正14年、 ヨックのラジオ試験放送初日に出演する。以後、道夫は毎年の正月放送を筆頭に海外との交換放送や国際放送、初となる放送による総局の講習などを実施した。これらの放送文化に対する多くの功績が認められて1950年、昭和25年に第1回 NHK 放送文化賞を受賞している。1929年、 昭和4年に、道夫が発表したことと尺八の二重奏曲、春の海は、来日した、フランス人女流バイオリニスト、が、尺八部分をバイオリンに編曲し、道夫との合奏がなされ、世界的な評価を得ることになった。その合奏は1932年、昭和7年に、レコードに吹き込まれ日、米、フッツで発売された。春の海は、翌年の歌会しの直題。 海辺岩にちなんで制作されたもので、かつて道夫が瀬戸内海を船で巡った時の印象をもとに、それに波の音や鳥の声、漁師の船歌などを加えて作られた。1930年、昭和5年、東京音楽学校講師に赴任。1937年、昭和12年に同校の教授となり、翌年には東京盲学校の講師も務めた。 道夫の教育は総局にご先祖や元名祖を能動的に取り入れるなどの斬新なものであった。また、初心者向けのことや社民専用教則本を執筆した。また、門人の指導をし、後進の育成に努めた。1938年には100原作の東方映画、法次郎先生で、100の娘役を演じることとなった高峰秀子に対して、 その手ほどきも行っている。戦災の悪化に伴い1944年、昭和19年12月1日、神奈川県葉山町の別荘へ疎開し、翌1945年、昭和20年3月29日には、栃木県の玄高根沢町へと再疎開した。同年5月25日の山の手空襲により、道尾の牛込中町の住居は消失した。9月6日、 疎開地より引き上げる。1948年昭和23年5月に中町の住居を再建し、8月には父の故郷である友の裏で初の演奏会を開催した。同月日本芸術委員会員を拝命。1951年昭和26年3月には国内外の道尾の門人による宮城会が創設された。同年月には 創生作者であり、また、楽器の収集家としても著名な水野佐平が解説した、淡水会館においてケラ落としとなる演奏も行っている。1953年、昭和28年夏、フランスのビアリッツとスペインのパンプロナで開催された、国際民族音楽舞踊祭に、日本代表として参加、道夫は賛美され、最優等賞を獲得した。また、英国放送協会より、 ロンドンの夜の雨を放送所演した。1956年、昭和31年6月25日未明、大阪での公園へ向かうため、下りの夜行寝台急行列車、銀河に付き添いのうちでし、牧関横と共に乗車中、午前3時頃、愛知県刈谷市の刈谷駅手前で、客車ドアから車外に転落した。午前3時半頃現場を通りかかった。 貨物列車の乗務員から三河線ガードのあたりで、線路際に人のようなものを見たという通報を受け現に向かった。カリア駅の職員に救助され、トヨタ病院、現、カリアトヨタ総合病院へと搬送されたが、午前7時15分に病院で死亡が確認された。救助時点ではまだ意識があり、自らの名前を漢字の説明まで入れて、かろうじて名乗ったと伝えられる。 道夫の死については寝ぼけて、トイレのドアと乗降口を間違えたなどの推測や、一方では自殺も噂されたが、どれも、推測や憶測にとどまり、事故の真相は不明である。周囲の人物表では、百が道夫の行動を、常々観察して、感の悪い盲人と表しており、高峰秀子もまたこの訃報を新聞で知った時に、直ちに、 宮城先生は謝ってデッキから落ちられたのだ思ったという。実際に道夫は万年、離れているはずの自宅内で転倒して、片方の眼球を痛め、眼球摘出手術を受けるという事故も経験しており、その後は疑眼を入れていた、視覚障害者としては歩行感覚が鋭敏でなかったことを伺わせる。墓所は東京都台東区の谷中霊園にある。 明日の6月25日は遺作の歌曲にちなみ、浜勇気と呼ばれている。一周期に際して、水野佐平は、方角最高に報じた道尾の死を無意味にしてはいけないと考え、所蔵していた名作草などを自宅の和楽草及び、邸内の淡水会館に展示した。また同年には前日の事故現場近くに、宮城会、日本盲人会、刈谷氏により、 供養が混流されている宮城道夫の功績として、奏曲の伝統に根を下ろしながら、洋楽を組み込んで、新しい日本の音楽を創造した点が挙げられる。道夫は、生涯に大構成の合奏曲から、同曲にわたる幅広い作品を400曲以上、制作し、また、自作曲や古典曲の演奏を行う一方、古典楽器の改良や新楽器の開発を行い、 17、元、80元、単語と、単語と、家庭用のこと、大語弓、大呼吸、大型の呼吸などを発明した。他方では、1935年、昭和10年200の勧めで、随筆集、雨の念仏を執筆して、以降、随筆にも、才能を発揮し、これらの随筆は、川端や須成や佐藤春浦から高評価を得ている。 神戸の旧居留地58番地、現、56番の三井、住友銀行神戸本部ビル敷地内に生誕地の石踏みが立ち、1978年、昭和53年には道夫が晩年まで住んでいた東京都新宿区中町に、日本で最初の音楽家の期間、宮城道夫記念館が設立された。その曲風に西洋音楽の息吹を感じられるのは幼少の頃、 神戸のレコード屋の前で熱心に立ち聞きして覚えた旋律にあると言われる。宮城道夫の作品はクラシック音楽の影響を受け、構成感、形式感と白節感の明晰さや主旋律と伴奏の対比を特徴としている。例えば、桜変奏曲にワルツが出てくるのも、このような発想化すれば不思議なことではない。また、変奏曲というクラシック音楽のジャンルや、 デュエットとかアンサンブルといった西洋的な発想を創作に取り入れていることも注目される。ロンドンの夜の雨はフランス印象主義音楽の影響さえ認めることが可能であり、新しいものを鈍欲に取り入れたこの作曲家の学習意欲を証明している。没後、百五十七年から翌年にかけて、宮城道夫全集前三巻三笠書房が、ついで百七十二年に、 定本、宮城道夫全集、上下館、東京美術が出版されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。